ちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。とっても意外なんですけれども、私の拙い映画紹介なのにもっと紹介してほしいですっていうコメントとかホームページへのメッセージを頂戴したので、またご紹介したいと思います。なんで私がこんなにたくさん DVD を持ってるかというと、実は私はレンタルで借りるともうついつい返すのを忘れてしまって、延滞料金がとんでもない値段になったことがあるんです。なので本当に先日もお話しした通り、映画にも行けないしレンタルもできないので、もう買うしかないんですね。なので、あの見たい映画は買って、本当にいいものは何回も何回も見ますし、だからよほどこう吟味して、これはいいなとか予告編とかをしっかり吟味したり、ストーリーを吟味したり、色合いを吟味したりして、これはと思うものを買うようにしています。見終わった本とか DVD は結構私お友達にあげたりとか、もう貸したままで別にいいよそのままでってなったりとかしてるものが多いんですけれども、それでもたくさんあるので、またこれからも少しずつご紹介していきたいと思います。あのホームページにいただくメッセージの中で、子供にもおすすめの映画があったら紹介してくださいということがあったので、今日は今から3本というか3種類の映画をご紹介したいと思うんですけれども、長くなりそうなので動画は2本に分けたいと思います。この服装のままこのまま動画を撮りたいと思います。ビッグアイズみたいに作家さんの絵が表紙にある場合はちょっと紹介は控えようかなっていうのがあるんですけれども、カンフーパンダを作った、私まだカンフーパンダは見てないんですけれども、マーク・オズボーン監督のリトルプリンス星の王子様と私という DVD のご紹介です。もう本当にこの映画はもう私自身がものすごい共感度が高い映画でした。本当にこれはもう何回見ただろう、もう本当にすごい見た、何回も見た。本当に私自身共感度が高いし、夢もあるし癒されるし、色も綺麗だし、本当に素敵な素敵な、そんな映画です。もちろんあの絵本の星の王子様の物語が映画になったわけではないんですね。星の王子様をモチーフにはしてるんですけれども、アニメになった星の王子様が登場はするけれども全く別のお話です。かつて子供だったあなたへ、そしてこれから大人になる君へということですので、ぜひ親子でご覧いただきたい映画でもあります。親の言いつけを守って一生懸命勉強し、いい学校に入ろうとしている9歳の女の子は、引っ越した家の隣に住む奇妙な老人が気になっていた。昼間は壊れた飛行機の修理をし、夜になれば望遠鏡で星空を眺めている。ある日、女の子は母親の目を盗んで老人と仲良くなる。若い頃飛行機乗りだったという老人は、昔不時着した砂漠で出会った不思議な男の子の思い出話を女の子に語る。それは彼がこれまで誰にも話したことのない物語だった。その男の子は小さな星からやってきた。そして一輪のバラと仲良しだったんだ。そう、老人はあの星の王子様と出会った飛行士だったのだ。少女と老人の2人は仲良くなりますが、やがて老人は病に倒れてしまう。女の子は老人が出会いたがっていた星の王子様を探しに、オンボロ飛行機に乗って夜空へと旅立つ。その先に誰も知らない感動と冒険が待っていた。そんなお話なんですね。本当にあの星の王子様の本当に原作の絵本の方は本当に私も子どもの時から大好きで、高校生の頃まですごく大切にしてたんですけれども、父親に捨てられまして、それまでは本当に何回も何回もボロボロになるまで読み返した思い出があります。本当にあの星の王子様の本自体も本当に子どもにも読めて大人にも読めるんだけれども、内容的にもものすごく哲学なんですね。子どもに哲学を学ばせたい、そんな風に思う親御さんたちは、ぜひあの絵本の方の星の王子様もぜひ一冊家に置いて、子どもが目の届くところに置いておくだけでも子どもたちに何か与えることができるんじゃないかなって思います。その星の王子様のいろいろな名場面を知った上でこの映画を見てもまた面白いですし、星の王子様を全く知らないでこの映画を見てもまた独自に楽しめる、そんな映画になっています。こういう太陽とか星の光の表現がものすごいんですね。本当に星が輝いてる印象があったりとか、色が美しかったりとか、星の表現とか夜の表現は本当に大おすすめでした。夜にご夫婦でお酒を飲みながら音を消して、何か素敵な音楽をかけて、テレビで音のないこの画面だけを再生して
お酒を飲んでも素敵な夜を過ごせるんじゃないかな、そんな色の綺麗な映画でした。殺伐とした現代社会でこのひとときだけでも夢を忘れないような、そんな映画に仕上がっていると思います。本当に本当に素敵で、哲学もいっぱい詰まっていて、夢もいっぱい詰まっていて、アートもいっぱい詰まっていて、技術もいっぱい詰まっていて、贅沢な一本になっているので、ぜひ子供から大人まで大おすすめの映画です。もういつもながら本当に映画の紹介は私は本当に見てから感じていただきたいので、あまりネタバレになるようなこと言いたくないので、後ろのこの文しか読めなかったですけれども、この私の熱意で伝わったんじゃないでしょうか。いつものように私の説明ではちょっと分かりにくかったと思うので、説明欄にいろいろリンクを貼っておきます。ぜひご覧ください。星の王子様とはまたちょっと違うんですけれども、以前アリスインワンダーランドをご紹介した時と同じディズニーのティンカーベルも私何回も見ています。本当にこの色合いっていうのは作品にも本当に活かせるところがあって、こう表情とかそういうところも本当に作品に活かせるところがあるので、一時停止してスケッチしたりとかもしてるぐらい何回も見てるんですね。あと多分もう1本か2本が出てるのかな、何本出てるかわからないんですけれども、私はこの2本を持ってるんですけれども、このティンカーベルもぜひ子どもたちにご覧いただきたい映画です。昔ピーターパンの絵本っていうのは有名で、何回も何回も絵本で読んだんですけれども、そこに登場するティンカーベルっていうのは本当に脇役だったんですけれども、ディズニーが見事にこのティンカーベルを主役とした映画を作ってるんだなって、本当に妖精っているんじゃないのかなって思えるぐらい夢があふれた映画になっているので、こちらも大おすすめです。はい、というわけで今日はこのリトルプリンス、星の王子様と私、この私っていうところがポイントになっています。これもぜひご覧いただきたいんですけれども、ちらっとだけティンカーベルもご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございました。またおすすめの DVD もご紹介していきたいと思います。それではまた。ここはアートチャンネル。ぜひチャンネル登録お願いします。画面の私のプロフィール写真をクリックしてください。または概要欄にリンクを貼っておきます。おすすめ動画もクリックタップで直接ご覧いただけます。それではまたココアートチャンネルでお会いしましょう。ありがとうございました。